火災臨海公園付近の航空写真。1989年度撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成火災臨海公園は、東京都江戸川区に所在する東京湾に面した都立公園である。沖合に隣接する火災海浜公園についても、ここで述べる。両公園とも、 火災を機開発事業で海面を埋め立てて作られた都立公園である。火災臨海公園は東京都建設局所管、面積は約80.6ヘクタールあり、水元公園や小金井公園と並ぶ大規模公園である。園内には日本有数の水族館、火災臨海水族園や飲食施設、大観覧車があるほか、鳥類園や 多種多様な植物を楽しむことができ、休日を中心に、行楽地として賑わっている。火災海浜公園は、東京都港湾局所管、二つの人工干潟とその、水域、約411ヘクタールからなる。2018年10月、ラムサール条約登録湿地となった。火災臨海公園を抜け、火災渚橋を渡って入園する。あずは、 環境保全ゾーンとなっていて、立ち入りが禁止されている。西渚は、夜間の入園が禁止されているが、初夏には、潮干狩り、夏季には、水遊びの家族連れ。また、元日の明け方は、特別に早朝開放されて、初日の出の参拝客でも賑わう。火災臨海公園駅の南正面に開けた、公園である。公園はいくつかのゾーンに分けられている。 駅から南に向かって海へのプロムナードと呼ばれるメインストリートが伸び両サイドに水族園、ゾーン、鳥類園ゾーンに道が分岐するさらに直進すると大きな広場に出るこの広場には水族園ゾーンの入り口があり海に進めば日本庭園の入り口も見えてくるこの道は潮風の広場ゾーンの 展望レストハウスで終わるが、大きな広場からは南西に、第2位のメインストリートが伸びており、これを進むと、潮風の広場や火災海浜公園に行くことができる。水族園ゾーンには、火災臨海水族園がある。これは年間入場者数日本一の記録を持つ、東日本で最も人気のある水族館になっている。屋上は、展望台になっており、ドームやヨットのほが、 海面に浮いているように見える演出がなされている。鳥類園ゾーンには広大な森の中に、上の池と下の池が設けられており、池のほとりには、ウォッチングセンターをはじめ、野鳥観察のための施設が点在している。鳥類園や火災海浜公園の東渚まなぎさは、渡り鳥の休憩場所になっていて、沖合の浅瀬を餌場にする野鳥や、それを狙う猛禽類も飛来する。 芝生広場ゾーンには、園内にある宿泊施設、ホテルシーサイド、江戸川や、蓮池、日本第二の大きさを誇る観覧車、ダイヤと花の大観覧車がある。大観覧車は開業後すぐに、福岡市のスカイドリーム福岡に、日本一の座を奪われたが、2009年にスカイドリーム、福岡が廃業したため、再び、日本一の座に帰り咲いた。しかし、 2016年7月1日に大阪府水田市のレッドホース大阪ホイールに再び日本一の座を明け渡して2016年7月以降は第2位となっている江戸川区においてもタワーホール船堀をしのぐ最大の建築物である大観覧車付近には芝生広場があり水仙や菜の花、コスモスなどが植えられた花畑がある水仙は 公園全体で20万本が植えられており、毎年1月から2月頃に、水仙祭りが催されている。蓮池は、第一駐車場のすぐそばにある池で、中央に橋が架けられている。この池を渡って、急な登り坂を登ると、バーベキュー広場がある。潮風の広場ゾーンは海に面していて、南中部の球場にはガラス張りの展望レストハウス、クリスタルビューがあり、 海を一望できる。この丘は、足が、池の方まで広がっており、海抜ゼロメートル地帯の江戸川区を、高波から守る、防波堤の役割を担っている。海に面した位置には、芝生張りの大きな広場がある。第二の、メインストリートを境に東西に分かれており、東側の、展望広場は、クリスタルビューのふもとに広がっている。クリスタルビューから続く、 なだらかな斜面の一角には花畑が作られている。東側の水族館前の海岸には東京水辺ラインの船着き場があり、水上バスでお台場海浜公園に行くことができる。西側の潮風の広場では A ネーションや AKB48 のライブワールドハピネス情熱大陸スペシャルライブサマータイムボナンザが催されたこともある。生誕には 廃止された東京都観光汽船の水上バスの船着き場があり、その先にも広場や足が池が広がっている。足が池はくぼ地で日本庭園の型から流れてくる小川が注ぎ込んでいる。入り口付近は岩場のようになっていて釣り橋がかかっている。潮風の広場ゾーンは西側に広いので2008年に一部を取り壊して 東京オリンピックのカヌースラーローム施設を建設する計画が発表されたが自然保護の観点から地元住民の一部や自然保護団体が反対しまた2016年のオリンピック誘致もなくなったため計画は白紙に戻った公園の南東部の対岸に東京ディズニーランドを望む江戸川川口付近には三日月日形と呼ばれる天然の浅瀬が残っている 鳥類園から南に向かって、水族園方面に行く途中には、気象庁の江戸川臨海地域気象観測所が設置されている。第2のメインストリートを直進すると、水路を隔てて、火災海浜公園の西なぎさがあり、火災なぎさ橋で渡ることができる。火災海浜公園では、東京ディズニーランドや東京湾、アクアライン、房総半島や富士山などを一望でき、 1996年には日本の渚百選に選ばれた。潮の流れが複雑なので遊泳はできないが、西渚には砂浜があり、干潟で磯遊びを楽しむことができる。またスポーツ界とのメッカであり、2002年からは優先区域として海風の広場が設定されている。火災臨海公園は、都が東京湾沿岸の汚染や埋め立てで破壊された。 自然環境を再生しようと整備されたものである。今では、東京特部でも見ることが少なくなった動植物が、園内の森や池に生息している。主な動植物は、戸が保護上重要な野生生物種に指定する、アカシジミをはじめ、キアゲハなどの鳥類や、東京ダルマガエル、日本アカガエルなど五種のカエルなど。また、鳥類では、 1> 約170種類の水鳥、山野の,の鳥が確認され、渡り鳥の中継地にもなっている。火災海浜公園は、さらに沖合に広がる天然の三枚椅子という干潟を保護、再生するために作られた公園である。二つの渚は、それぞれ潮流亭で区画を保護し、外から春節土や山砂を入れて造成された。あずは野鳥などの生態保護を目的として、 立ち入り禁止となっており、加強されていない。現在はサンマイスと合わせて複雑な生態系が保たれているが、洪水対策がなされた荒川、江戸川からの新たな自然角度は期待できない。そのため、日潟維持には継続した人工的な角度が必要で、あるが、角度により生態系が壊される懸念もあり、これらと、どう バランスをとって管理していくかを含めて観察が続けられている。火災海浜公園は2018年10月に東京都では初めてのラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。